Bonjour! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、アンサンブルフランセ講師のやすこです。今日も皆さんに、とても役に立つフランス語の表現をご紹介いたします。大晦日は、どのように過ごしますか？私は、お友達とカウントダウンをして過ごしますよ。さて、この大晦日、フランス語ではどのように言うでしょうか？ Le réveillon du jour de l'an. Le réveillon du jour de l'an. Le réveillon du jour de l'an.Le réveillon はクリスマスや年越しの時に食べる料理という意味なので、本来は年越しにみんなで料理を食べること、年越しをみんなで祝うことを指します。それが大晦日や年越しという意味でも使われています。短く、Le réveillon だけで言うこともとっても多いですよ。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。それでは、アビアトー！乾杯！